デュエイ・ユマル・メゾンに立つフェルナンドと二人の弟フアン、ホセのハカ・アグスティン・フェルナンド・マリア・ムニョスイ・デ・ボルボンは、スペイン女王・イサベル・ニセイのイフテイ。女王の摂政、母皇マリア・クリスティーナ・オ太タイゴと、その最高の相手アグスティン・フェルナンド・ムニョスの間に、生まれた長男。初代タランコーン公爵、初代ロストロジャーノ・シシ及び、エクアドル公。両親の結婚は、終文として取り沙汰され、 1840年に、アグスティンと両親及び、兄弟姉妹はフランスに亡命して、マルメゾン城で暮らすが、1843年には帰国した。1847年、アニサベル2世より、グランデの身分とタランコン公爵位を授けられた。1849年6月10日、女王により二つ目の爵位である、ロストロジャーの死爵に助せられた。1846年、 エクアドルの王位に就くように打診された。アグスティンの国王就任の準備は元エクアドル大統領フアンホセフローレスによって進められ、アグスティンはエクアドル公の称号で呼ばれるようになった。この王位獲得計画はスペイン政府及びイギリス政府の支持を得たが結局は実現しなかった。1854年に再び母が失脚するとフランスに戻り、 翌1855年に、マルメゾンで死去、リュエイマルメゾンの墓地に葬られた。18歳だった。ありがとうございます。